まあ、大東区って結構大学紹介とは違ってお堅い感じではなく、結構こうフランクな、それこそ大学生同士がおしゃべりしているような、そういうところが結構魅力的でもあって、あとはそれぞれの学部の、大東区のメンバーでも、まあ、看護学部だったりとか、あと書道学科だったりとか、まあ、あのそれぞれいろんな学部の人もいるので、それぞれ の, その学部の紹介も大東区で行ったりするので、まあ結構見どころとしてはキャンパスツアーも結構見どころで、キャンパスツアーに行くことによってこう大学の中をこうぐるぐると回るので、結構実際に自分の目でホームページには載ってないようなところまでこう大学のことを知れるので、まあ、そういったところでキャンパスツアーは見どころなんじゃないかなと思います。